日本鹿児島県日置市日置町日置日置町日置は、鹿児島県日置市の大技。旧薩摩国日置郡日置号日置村、日置郡日置村大技、日置、日置郡日置町大技日置。人口は3438人、世帯数は1426世帯。郵便番号は899-3101。日置市の西部に位置している。 1955年から2005年の市町村合併まで、日吉町の町役場が置かれており、日吉町の中心地であった。日吉市の中部に位置しており、大川の中流域から下流域に所在している。阿佐域の北方に、東市町、宮田、移住院町大田、南方から東方にかけて、日吉町、吉都市、東方に、移住院町半群れ、西方に、 日吉町、山田、日吉町上野川、東、島海に接している。北部の住吉地区と南部の日吉地区に分かれている。阿佐駅の西部を海岸に沿って、国道270号が南北に通っている。南部から東方に向かって、鹿児島県道37号移住院日吉線が通っている。かつては、鹿児島交通枕崎線が、地域内を南北に通っており、 上日置駅、日置駅が設置されていたが、1984年に廃止された。吹上浜に沿って、鹿児島県道2号加世田日吉自転車道線が通っており、地域の再生部を終点としている。阿佐駅の南部に施設が多く所在しており、日置市役所日吉支所や、日置市立日吉学園が所在している。西方には、 吹上浜が広がっており、一帯が県立自然公園に指定されている。日置の地名の由来について、日吉町郷同市では以下の2点の説が掲げられている。西端部の大ね国道270号より、西の区域は鹿児島県立自然公園である吹上浜金峰山県立自然公園の区域となっており、 前身の吹上浜県立自然公園は1953年3月31日に県立自然公園として指定されている。日置という地名は鎌倉時代から見える地名であり、薩摩国のうちであった。古代の日置郡の区域は荘園となっており、平安時代末期から存在したという。日置層は日置北号と日置南号に分かれ、 日置北郷は後に日置里となる区域である。天正八年に、島津義弘の命により、島津俊久が日置里を領地とした。その後、豊臣秀吉の蔵入地となったものの、天正十四年から天正十五年にかけて勃発した、豊臣秀吉と島津氏との間で起こった、九州平定の結果、島津氏が豊臣秀吉に降伏。薩摩、大隅、 日向の三国に対して、対抗検知が行われることになった。文六四年に、対抗検知が完了したことから豊臣秀吉の命により薩摩国、大隅国、日向国の海域違法が行われた。これによって、日置島津家の当主、島津恒久が領主となった。三国名小図に掲載されている、八幡神社を描いた絵図江戸時代には、 薩摩国日置郡日置里のうちであった。村高は、天保郷町では3287国余り、三州五地西洋欄では2959国余り、急行給料取調べ町では2875国余りであった。日置号は万治4年に、薩摩藩の直轄領となったものの、遠方8年に再び、日置島付が、日置里を、 資料として統治した。教法12年には、吉利志号と日置里の間に、教会論争が発生した。組頭をはじめとする里の役人と門の代表者24名により、協議が行われ、翌年に決着を見た。原文2年には、上杉の荒野を開拓し、水田が開墾された。日置村は、農民1255人、漁民140人であることから、 農業中心の地域であったと考えられる。鎮守は、日置号宗者の八幡神社で、地理参考によると、移住院里役地村より移したと見られ、神殿八幡を勧誘したものである。八幡神社が移転する前は、刀立神社が鎮守であったとされる。江戸時代後期に、薩摩藩が編纂した地市である、三国名勝図には、日置村の八幡宮について、 以下の通り記載されている。日置村にあり、奉仕山寺大ら天神美子かににぎの孫、旗仙姫命の地の三座、アンルに、水引きや神殿宮連を勘定せしなるべし、祭人彼宮と、同じければなり、9月15日を、聖祭とし、竹宮神を作り、四輪車に乗せ、里道をして、全路を馳せしむ、また5月6日に祭りあり、土族を呼び、 隣郷より踊りを興行すること数体なり、すでにして、御子を田原へ守り行くの旧式あり、文禄四年、島津下宇佐守る久、東遊に風ぜられ、当社をもって、遊の総鎮樹と、御子と郷せり、税より、村民また一潮の数形を致す、社氏原口氏の伝いに運、はじめ隣村井住院谷口全福寺の何ありしを、ここに、千鎮せりと、 三国名称杖巻の九九日吉町役場明治4年に、廃藩地検が行われ、薩摩藩の統治区域である、薩摩国、大隅国の区域に、鹿児島県が設置された。1873年には、大工小区制が敷かれ、日置は、第十二大工となり、田野田伏、伊作、長吉、吉利と,と共に伊作の区長事務子所に属した。 1878年には、軍区町村編成法の施行に伴い、日置村には、オカリア跡地に、古町役場が設置された。1889年には、町村制が施行されたのに伴い、日置里を構成していた、日置村と山田村の区域をもって、日置郡日置村が設置された。また日置村役場が置かれ、同時に、江戸時代の日置村は、 日置村の大技、日置となった。1953年に交付された町村合併促進法によって、強小な町村の合併が促進されることとなり、面積が狭く人口が8000人以下の町村は、合併すべき規模とされた。直近に実施された1950年の国勢調査では、日置村の人口は9672人であった。 当初の構想では、日置村と、吉都村、長吉村の一部の合併が、理想的であると鹿児島県地方課も考えていたと見られるが、長吉村は、伊作町と合併することとなったため、日置村は吉都村との対等合併の形をとることとなった。1955年2月9日に、日置村議会において、合併に関する議決を全会一致で可決し、 合併申請書が提出された。1955年4月1日には、日置村が吉利市村と合併したことにより日吉町が成立した。それに伴って、大技日置は日吉町の大技となった。また新たに設置された日吉町の役場は、大技日置の旧日置村役場の場所に設置された。2000年に、日置屋座六枝及び、 精神の核一部が、吉利市屋座国庁の一部となり、吉利市屋座六枝、かすが、瀬戸口を呼び、精神の核一部が、吉利市屋座南天、無駄の一部となった。2005年5月1日に、日吉町が、移住院町、吹上町、東市町と合併し、日吉市が成立した。この合併に先立って設置された、法廷合併協議会である。 日置中央合併協議会において、大技名については、字の区域は、現行通りとし、現行の字の名称の前に、当該字の属する合併前の町の名称を付し、字の名称を変更する。と協定され、旧町名である、日吉町を、従前の大技名である、日置に関することとなった。合併日の2005年5月1日に、 鹿児島県の国示である字の名称の変更が鹿児島県広報に掲載された。この国示の規定に基づき即日大技の名称変更が行われ、大技名が日置から日置市の大技、日吉町日置に解消された。日置郵便局以下の表は国勢調査による小地域集計が開始された1995年以降の人口の推移である。 日置市立日吉小学校日置市立日吉中学校日吉町日置には、義務教育学校である、日置市立日吉学園が設置されている。かつて、日置市立日吉中学校、日置市立日吉小学校、日置市立日置小学校、日置市立住吉小学校が設置されていた。日市町日置には、日置市立日吉学園が設置されており、 2021年4月1日に開校した。日吉町日置には日置市立日吉中学校が設置されていた。日吉中学校は1972年に日置中学校と吉都市中学校が合併して設立された中学校である。日吉中学校に合併される前の日置中学校は日置に置かれており、1947年に 日置村立日置中学校として設置され、1956年9月1日に、下井住院村の一部が、日吉町に編入されたのに伴い編入された区域の中学生の受け入れを実施した。2021年3月31日をもって、閉校し、日置市立日吉小学校とともに、義務教育学校である、日置市立日吉学園に移行した。 日吉町日沖には、日沖市立日吉小学校が設置されていた。日吉小学校は2018年に、旧日吉町の吉都市小学校、日清小学校、日沖小学校、住吉小学校が合併し日沖小学校跡地に、日吉小学校が新設され統合されるのに合わせて、並行した。日吉小学校の前身となった、日吉小学校は明治4年に、 会上第11教皇として日置里のオカリア跡地で授業を開始した。1876年に日置小学校となった。1888年に住吉小学校が設立され、住吉地区の区域を住吉小学校の校区となった。1941年に国民学校令が施行され、国民学校となった。1947年に、 日置国民学校は日置小学校に住吉国民学校は住吉小学校となった。1979年に日置小学校に付属幼稚園が設置された。2021年3月31日をもって閉校し日置市立日吉小学校とともに義務教育学校である日置市立日吉学園に移行した。市立小中学校に通う場合、 学区は以下の通りとなる。県道移住院日吉線を終点から移住院方面を望む県道加世代日吉、自転車道線の終点上日置駅に現存する、給水塔とプラットホーム。ありがとうございます。